ちょっと雪が切れちゃってますけど今踊った踊りは命の舞というダンスになります私がプロデュースする舞台の去年の作品のダンスの中から抜粋して今日のためにアレンジして踊ってみましたさて皆さんはフィリピンのゴミ山に住みそのゴミを拾って生計を立てている子どもたちがいることをご存知でしょうか 私は2017年から彼らの生きる力をテーマにした作品を書き、その収益を学校支援金として寄付する活動をしております。話が小学校の頃に遡ります。みんなで自分の夢を短冊に書くという授業がありませんでしたか私はそこになんとですね、ビッグなスターになるって書いたんです。 今思うと笑ってしまいそうなんですけど当時の私は真面目に本気で思っていましたそしてピアノクラシックバレエ子どもミュージカルいろんなことに挑戦しましてそれが続けられるために私立の中高の学校にも通いましたで中学2年生の時にこのジャズダンスに出会い毎日いろんなレッスン詰めで高校3年生になっても進路が決められず なんと前代未聞のフリーターで卒業します、はい、その勢いは止まらず私は東京のオーディションを受けたりもしましたしかし全くと言ってほど受からないオーディションに通らないという人生初めての挫折を味わいましたやっぱりダンス一本では難しいのかなと思い今度は声 歌を勉強しようと音大に入学し声楽ミュージカルも学びニューヨークへも行きましたそこには実力の差だけではなく人種の壁そして自分のまだまだ経験のなさの壁にぶち当たりまして高く伸びていた花がボキボキにおられまして自信喪失しました 私は何度も何度も失敗を重ねて挫折、自信喪失という感情と向き合うことになります。声が出なくなってしまったこともあります。でも私が幸運だったのは生まれてくる感情と向き合えたことそしてそれを行動に移せたことなんです。歯を食いしばってでも自分を前に進めるために 今の自分は何ができるんだろうどうしたらいいんだろうと考えましたそれが当時舞台を作ることでしたこの行き場のない感情を舞台で表現しようって思ったんですそれが一プレイヤーだけでなく舞台作品を全体に作ろうと思ったんですねそうして東京の行き袋にある小さな劇場で上演しました 今考えるとこの時の舞台が成功だったか失敗だったかは分かりませんでも初めてその時私を見に来てくれたお客様が20年経った今も応援してくれている方もいますそう思うと無駄ではなかったのかなと勇気をもらっていますこんな風にがむしゃらに動いていると不思議なものですよね自分の限界が来た時に 必ず助けてくれる方が現れるんですそのうちの一人が今はもう亡き演出家さんです私はその演出家さんに弟子入りみたいな形になったと思うんですけどもと雑用から始まり音響照明衣装振り付け、代役そして自分の翻訳 とにかくやれと言われたものを全てやってみましたある時にですね「うんとお前アナあしたスタッフに見せるための通し稽古にヒロインが別の仕事でいないんだだからお前ヒロインのセリフ全部覚えてやってこい」とか「えこの人はもうんじゃないかな」っていう思うこともありましたでもこの稽古場だったり 舞台の本番だったり表裏に駆けずり回ったこの時の経験が今の私の土台となっていますそんな時に一冊の本と出会いますそれが「パヤタスに降る星」というフィリピンのゴミ山に住む子どもたちの様子が書かれたノンフィクションの作品です私はこの本を読んだ時にあまりにも感動してしまい 本当にこんな子どもたちがいるんだろうかとまた自分の感情と向き合いましたそして原作者の方に会いに行き気づいたらフィリピンに飛んでみたですそのフィリピンにはそこに住んでいる人たちの貧富の差貧富の差という言葉では簡単には表せない現状が私は心を打ちのめされました またマニアにあるマザー・テレサの死を待つ人の家喜び,にも喜びの家にも連れてってもらえたんですけどもそこでも私は呆然と立ちすくみ言葉が出なくなったのを覚えていますそんな経験をして日本に帰ってきて成田空港から乗った電車窓から見える 夕日に染まった東京の街並みがものすごくきれいに映ったんですよ自分ってなんて恵まれてたんだろう自分って本当は幸せだったんだってその時初めて気が付きましたそして旅行先でいい景色を見ても泣いたことがなかった私なんですけども 初めていつも見ている東京の街並みを見て、涙が止まらなくなったんです。じゃあ、この涙がどこから来るんだろうと、私はまた自分の感情と向き合いました。向き合っているうちに、今までやってきた自分のすべてのことが、パズルのピースがこうはまっていくかのようにつながっていったんです。 自分が幸せだと思った時から本当に幸せなんだということを教えてくれたフィリピンの子どもたちに感謝を込めて彼らの学校支援金を募る舞台を作ろうとそう考えたのがちょうど9年前ですそこから9年間私は毎年舞台を作って彼らに学校支援金を送っています こんなふうに今まで話したように私は自分の感情と向き合いそしてそこから行動して表現してきました皆さんは自分の感情を表に出すことを無意識に悪いことだと思っていませんか特に日本の社会では知性や理性によって流されない感情を流されないそして感情を抑圧することが いいいことだとだされてきたたののででではないでしょうかまた特に負の感情ですよね憎しみ苦しみ悲しみそういったものは他人に気づかされないようにするのが正しいとされてきたのではないでしょうかでも自分の感情は自分が行動する上で大きなエネルギーなんです。 人間が生きていく上でとても大切なものです。なので私は知性や理性によって相反するものではないと思っています。そして自分の感情に善も悪もありません。自分の感情を思いっきり受け止めてもしそれが少し負のエネルギーかなと思ったらプラスに変えて勇気を持って 一歩踏み出すと世界が変わるかもしれません私もそんな風にして本当に今までたくさんの方と会い今があります育ててくれた方々そして社会両親家族みんなに恩返しする気持ちで舞台プロデューサーそして舞台役者として生き感情を隠さず 自分で表現していきたいと思っていますそしてありのままの自分でいようとも思っていますどうぞこれを機に応援していただけたら幸いですこれから始まるテデックス浜松あもう始まってますよねそれを皆さんの感情いっぱいで盛り上げていってほしいなと思っております じゃあ感情が伝わるものといえばいろいろあります泣く笑うやっぱり笑顔かな今日は笑顔が皆さんにぴったりですよねじゃあ感情が伝わるいい笑顔とは何だと思いますか目が笑ってるこの段ですじゃあ皆様目の笑う笑顔を練習してみませんかじゃあその場で少し立っていただきまして ちょっとお荷物が多いと聞いておりますがはいありがとうございますそしてですねこう手をクロスさせますはいそして鼻から舌をこう隠してもらいますこんな感じでこれ今笑ってるんですけど目笑ってないですよね目笑うような感じはいそしたら練習してみます隣の人左右後ろでも大丈夫です向き合っていただきまして いいですねもう笑いが起きてますみんなまだ早いです早いですよこれからですからね <laughs> せーの笑顔で笑いますよいきますよせーの笑顔あ素晴らしいいいですねありがとうございますおかけくださいありがとうございますそうですねあの相手の方が 笑っていると思わずやっぱ笑ってしまいますよねちょっと練習する前に笑ったことはすごいことだと思いますこのように皆さんの笑顔は必ず相手に伝わるんですそんな今日は全開の笑顔でテデックス浜松を盛り上げていってください